ガブリオリ始まるよ。こんにちは。こんにちは。NTT 東日本想定部のヘッドコーチに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず自己紹介を。はい。坂上博秀です。今シーズンから NTT 東日本想定部のヘッドコーチになりました。コーチシーズン5年目になります。よろしくお願いします。お願いします。もう5年目なんですね。5年目になります。でもコーチ陣の中では一番若い。そうですね、年齢は一番若い。なのにヘッドコーチという。やりにくくないですか？ヘッドでもヘッドじゃなくても、チームの船を速くする。でそのために、選手にコミットするっていう、どの位置でも同じなので、強化、選手の強化についての、方針といいますか、それをちょっと一番最初に、リーダーシップを持ってらせてもらっています。そうですね、厳しい代表選考が、4月の中旬まであって、今週やっとチームのクルーを組み始めたんですけど、新人含めてこう NTT 東日本のスタイルで練習をするっていうのがもう全日本の約1ヶ月前で、そこからちょっとずつ作っていこうというよりもそれぞれみんな船を早く進ませるためのこだわりっていうのを持ってるので、そのこだわりを3週間でしっかり一つにするっていうところが一番スピードの鍵かなと思います。社業、ヘッドコーチ、もう一個今年から始めたと。今年度、はい、大学に通い始めた、はい、何の大学っていうか何を学んでるんですか？スポーツクラブマネジメントっていうのを学んでます。面白いですね。面白いです。普段こう部活をやっててもわからないとことか、他の業界、他のスポーツのこととか、かなり参考になる点はあって、想定部だけじゃなくてですね、シンボルチームのこういろんな強化につながるものをたくさんのインプットしてます。いいですね。卒業した後なんで、ちょいちょい話聞かせてください。わかりました。いいですか？スーパーヘッドコーチになります。いいですね、そんなことより目の前の大会をまず、そうですね、一番大事な、取ってまたゆっくり話しましょう。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。ガブリオリをご覧の皆さん、いつも想定部へ応援ありがとうございます。8の8連覇はもちろんのこと、各種目優勝を狙います。女子のクオドルプルも新人を2人乗せて強力な布陣になりました。8だけではなくですね、男子女子も各種目ありますので、すべての応援お願いしたいともに、皆様 の応援が僕らの力、そして追い風になります。なのでたくさん現地に来ていただいて、ボートも頑張れっていう声援をですね、たくさんいただきたいと思います。僕らもあと3週間全力で頑張りますので、よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様です。いよいよ来月に迫った全日本、今回は名前変わったんですよね。そうです、全日本ローイング選手権っていう。ローイング選手権、いよいよチーム的には8で言えば8連覇がかかる、大会、8連覇がかかるって、連覇もすごいんですけど、8回目に挑戦ができるってなかなか厳しいと思うけど、やりがいはありますよね。そうですね。どんな感じですか？これまでずっと男子の部だったので、でしかもその8ってことにすごいこだわりを持ってやってたチームなんですよ。で8って実際に漕いでる8人とコックス1人 の全部の9人の、船ではあるんですけれども、ここに何人の人が関わってるかっていうことを考えると、まさにその一つのチームなんですよね。シンボル、うちのチームの本当シンボルから種目になって、ここが勝つっていうことは、コーチ、それからマネージャー、それからスポーツのチーム局の皆さん、応援してくれる職場の皆さん、それからその NTT 東日本グループの皆さんの、もう本当にの船なんですよ。嬉しいです。それで勝つってことはみんなの勝利につながる。だから僕らは勝つんだ、この船で勝たなきゃいけないんだみたいな、そういう気合というか、気概が入ってこう漕いでいるので、それが今7年間勝ちを重ねてきているっていうのは、誇りには思いますけれども、やっぱそういう支えてくれる皆さんのおかげでもあるわけなので、それを大会でしっかり発表会としてしっかりお見せするっていうのは、やっぱり気合い入りますね。はい、おっしゃいましたけど、マネージャーとか
コーチとかやっぱりこう表舞台でパフォーマンスする表舞台の人じゃなくてその裏のまあ結局8だったら8人9人ですか関わってる乗ってるのはそのいろんな人がチームを組んでその大会に出展させてるというかそういう物語が僕はあの勉強不足で恐縮だったんですけど去年ぐらいから真剣に一緒させてもらってもう結構感動するところそれが、はい、もう8人9人でバッてやってるかなと思ったら違いますもんねトレーナーがいてとかで会社の人が見てとか、はい、やっぱり注目されればされるほど選手たち燃えると思うんで、はいうん、ぜひ応援をよろしくお願いしますというガブリューリーチャンネルをご覧の皆さん想定部監督の今井です、第101回全日本ローイング選手権、NTT 東の方はですね出場全種目優勝を目指して、最後の最後まで、ローアウトスピリッツのもとこぎ抜きたいと思います、歓喜の瞬間を皆さんと共に、分かち合いたいと思いますのでぜひ海の森まで足を運んでください応援よろしくお願いします。